はい、こんばんはロゴハーピーでーすさあ歓歴過ぎた61歳ジジイのたわいもない話です、えー、今日も聞いてくださりありがとうございます、えー、今日もですねただいまの時間は、えー、だいたいまたにゃんこちゃんが来ましたねだいたいですね4時半頃ですかね はい、あらあ ?4 時半ごろですかね。でですね、えー、まあ,あもちろんいつもより早い話は、まあ、昨日もしたと思うんですけど明日明後日までですねちょっと仕事の都合で、えーっとまあ、早いんですよ今日はあ大体3時半まで仕事しました明日はどうかな明日はだ分かんないんですけど明日は 1>, まあ1時ごろまでかなあさっても1時ごろまでかなっていう感じで、えー、仕事を、うん、になっておりますなもんですから、まあ、いつもより早く帰ってきておりますしあとはまあ一番はんて言うかってこう、うんえーまあ、仕事の、あのー、準備がいらないといいますか、あのー い、うん、らないわけではないんですけどもまあ翌日への仕事のプレッシャーっていうんですかねそういうのが非常に少ないので気持ちは楽です。でまあ今日仕事をする中でまあちょっとね61歳になってする話ではないんですけれども、うん、まあ同僚から、えー、ちょっとこう話されたこととしては、うんえー、ねえねえちょっと。 あなたのことをあのこうまあ呼び捨てにしてまあ悪口っていうかまあ悪口とまでは言わないのかもしれないまあ呼び捨てにしてるっていうかね、うんまあ、向こうの方が年下ですからね呼び捨てにしてる方がねまあそういうことをやってるよって普段はあは私に対してね <laughs> まあいい顔してるのに 影ではそんな風にあなたのことを思ってるよっていう話を聞いたんですよ。まあ <coughs>、もちろんいい話ではないのでちょっとがっかりしてちょっと嫌な思いにはなったんですけども。まあでもよくよく考えたら人間みんなそうじゃないですか。私だってそうですよね。私の同僚の、えー、まあ隣の席にね、座ってる方と、 隣の席になったから仲良くするしかないじゃないですか。ね、もちろん悪い人間でもないですしね。あの普通の人間なので、えーあのまあ、話も合いますしね。話も合うんですよ。だから仲良くするじゃないですか。とは言っても、やっぱり部分的に合わないところがありますよね、人間同士って。その時に、 口では言いませんよ。でも心の中では、ああいうところ嫌なんだよなみたいなのはあるわけじゃないですか。私だって、普段はいい顔してるくせに、心の中で、ちょっとなぁと思うことはあるわけですよ。ということは、今日言われたことも、その人は日常的に私に、なんかこう <laughs>、な年上だから、あの、まあ立ててね。 接してくれれるんだけれども影でそんなことをやってるよとか言ってるよって話なんですけれどもまあ自分もやってることだからまあ同じことだなって思ったということですね。まあ人間誰しもそんなことあるじゃないですか。でもまあそんなことを61歳になっても何て言うんですか感じるというかうーん。 まあちょっとでもこう61になってもそんなレベルのことで嫌な感じするんだなっていうことですよね。どうですかね皆さん61歳とかまあ61歳じゃなくてもいいですけどまあ65でもいいですし60でもいいし55でもいいですしね50過ぎたあたりからでもどうですかやっぱり嫌なことってありますかね う,うまく受け流すことがでできるんですかね他の人はねその辺みんなどうなのかなと思ってるっていうことと、まあ、自分としてはちょっとなないなっていう気持ちはありますねそんなの,あの聞き流せばいいんだとかそういうものだと思って受け入れることができるようなね塗料の広さを持ってればいいんだなとかっていうふうにまあ思いますよねっていうことですよね。 まあ、あとですね、話は変わりますけど、やはりこう、私の最大の、あの、まあ、不安は、心配は、だって今も時間あるわけじゃないですか。だいたい私寝るの11時頃なんですよ。で、朝起きるの6時なんですね。で、朝6時に起きるのは嫌なんです。嫌というか、起きる時は嫌な気持ちで、あ,あ、今日も仕事だなと思って仕事に行くんですけれども。まあ、でも、あの、 ま普段は8時ごろ帰ってくるんですけどもま今日みたいに3時ごろ帰って4時頃帰ってきたりするとこう4時間時間が空くじゃないですかもちろん4時から11時まで時間7時間もあるじゃないですかその時に自分がもう居ても立ってもいられないくらい楽しいことがあればいいんですけどもないわけですよ全然うんま本当に時間を潰すために YouTube 見たり ネクストで映画見たりまあチラッと本読んだりまあチラッと数学の勉強したりチラッと英語の勉強したりチラッと筋トレしたりチラッと本読んだりしてチラッチラッチラッとしてるわけですよ。でもそれもうんと好きかって言ったらそうでもないんですよ。やっぱり時間があるから 時間潰しで、じゃあそう、そういうことやってみようかな、みたいな感じなんですね。だそこも皆さんに聞きたいんだけど、こう皆さん、ゲームでも何でもいいですよ、別に。あの、何でもいいんです。うん、散歩でもいいんです。こう好きでやれることって、やりたいことって、皆さん持ってんですかね。だから私、ゲームでもドラマでも、その、 のめり込むことができるっていうのはね本当羨ましいんですよあのうちの妻なんかドラマ見たいドラマいっぱい録画してあるんですよで見ていいっていうならずっと見てるくらい見てるんです本当にあと人形さんも大好きなんですね人形いじりもずっとしてるまあずっとってのも一心かもしれないけど、まあ、人形いじりもこう楽しくやってると思うんですよ うらやましいなと思って私ね、ドラマね、30分見ると疲れるんです、うん。よっぽどハマったやつじゃないと。あとドラマの見方も下手くそなんですよ。ドラマと、まあ、英語の方が話しやすい英語の方がか、映画の方が分かりやすいと思うんですけど、映画、例えば2時間ものあるやつですじゃないですか。まあ 2時間見ますよね例えばねまあ細切れでもいいですあの30分ずつ4回でも1時間ずつ2回でもいいですよ見るじゃないですか分かんないんです大体いい理解力70%あればいい方悪い時は50%とかだからもう一回見るんですよそうすると理解力が 80%90% になってきてああなるほどそういうことだったのかっていう感じになって まあ3回見れば100%になるのかもしれないですけどもそれくらい理解力鑑賞力というのがないんですよね。だからなんかあのなかなかダメなのかそういうのがあるからダメなのかな持たないのかなと、うん、いうようなことですよね。うん。あのだからこう悩みはやっぱりこうのめり込むものがない。 あの勉強も決して嫌いじゃなかったんですよ子供の時からだけど長時間はやっぱできないんです小ま切れなんですその代わり毎日やることはできるんですよよくあの徹夜ってあるじゃないですか試験前の徹夜私やったことないです次の日にいい点数取れる自信がなくたって もう夜になったら寝ます、はい、得意な科目は毎日やってるんです少しずつ30分ぐらいです中学校の時だったらね30分も毎日やってれば、まあ、中学校レベル田舎の中学校レベルだったらその辺の公立高校な進学校に普通に入れますので、まあ、入れるわけですよねでよくまあ大学は大したことないので大学のことはあまり言えないですけど 東大とか入る人のこの YouTube とか見てると、もう一日に10時間ぐらい勉強しましたとか、受験直前は15時間とかやりましたとかって言うじゃないですか。なんで10時間勉強できるかなと思うんですよ。すんごい集中力だなと思ってで、ね、東大に合格するんだから、いい加減な10時間じゃないですよね、多分ね。うん。河野玄斗さんも最近ほら公認会計士の試験を受けてみるんだっ,つって。 あの10時間勉強する動画流したじゃないですかあの人の勉強なんて本当にこう10時間真面目に勉強してるんでしょ、まあ、ちょっとした生き肉はあるかもしれないけどもすごいなと思うんですよね私はねねやっぱり続かないんですよ、ね、だからだからというか、まあ、話戻すととにかくこうやってこうまあ一番の心配は 時間がある時にどうするのかってことですね。まあ65までは頑張って働くのかどうかわからないんですけども、まず毎年1年1年ですよね。まず今年61歳は働きます。あと3 4ヶ月。ね。まず来年1年も辞めるつもりはないので、まあ、あの、職場が許せば来年もそこで働きたいです。62歳過ぎます。その次どうなるかなって感じですよね。 でまあ、65歳になった時にはもうまともにはもう多分働けないでしょう今のところで多分はそうするとこのアルバイト本当のアルバイト的になりますよね一日3時間とかねそしたら時間があるじゃないですかいっぱい一日今まで1時間あの労働時間がまあ,あの早く行って遅くあの残業手当は使わないですけども早く行って遅くまでやるから 一日16時間ぐらいその場所にいるわけじゃないですか。でもアルバイトになって3時間やったら本当に3時間でしょそしたら他の時間丸々余るじゃないですか。本当に悩むんじゃないかなっていうのが私の悩みなんですよ。時間を持て余す時の。それがどうやって過ごすしたらいいんだろうかなっていうのが私が将来悩むだろうなっていう悩みです。まあ毎回毎回同じことを言ってるかもしれませんけども。 どうぞ私のこのくだらないお話に何かあのコメントいただけると私もこう元気出ますのであのぜひコメントお願いします、まあ、それからチャンネル登録も6人しかいないのでチャンネル登録もお願いしますあとこの視聴者もこの1個の動画に2人か3人しかいない多くて3人なんですよ早く5人にならないかなと思ってあのいます1人でも多くあの目に留まることをあの願って あの期待していますよろしくお願いします以上です終わりますバイバイ。